お、早速出てくれんのか。それじゃ地下で待ってるぜ。優勝おめでとう。今夜のコルネオ杯は伝説になるぞ。お前らがこんなにすげえとはな。後でサインくれよ。だな。さあ相手を選んでくれ。隙をつく。消えろ。またいつでも来てくれ。さあ相手を選んでくれ。Thank you.
じゃあね。やっ、へっ、飛んでけ。やっ、やっ、お、届け。よかった。またいつでも来てくれ。さあ、相手を選んでくれ。隙を突き消えろ。ここまで。Thank you.
刻む。お疲れ様。ここで仕掛ける。消えろ。終わったな。またいつでも来てくれ。
コソ泥もぶっ飛ぶこの威力、さらに安全。数量限定だからお早めに。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。だね、お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね、五番街では随分ご活躍したって噂だ人間働いてなんぼ、働き者には福が来るって言うだろ。人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさエアリスにはとびっきりのドレスを用意するから楽しみに待っときな。さてと、話はここまでだ。着替えたら街の外には出られないけど、始めちゃっていいかい？そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね、その間あんたは女面じゃできないこともあんだろ。今のうちに遊んできたらどうだ思ったよりこの町に馴染んでるようだし。安心しな、あんた一人で時間が潰せるとは思っちゃいないさ男のことは男同士。サムに話をつけておいたからね。勝手に話を進めるな。煮え切らない男だね。せっかくの機会さ、そのふぬけた男っぷりもついでに叩き直してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ、そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお、じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。から話は聞いてるぜ。女連れでチャンピオンになってるんじゃ。今度は女のブス中に夜遊びとはな。は？残るなって。どうせマムにケツでも叩かれたんだろう。まあ確かに兄ちゃんはなんつうか腕っぷしは強いんだろうが、どうにもなあ。この機会に一発の男としていろいろと経験を積んどくのも悪くねえだろう。守りたい女がいるならなおさらだ。ちょうどあんたにぴったりの話がある。どうだ、乗ってみるか。ふん、
ただの暇つぶしだ。その息その息、頑張ってこいよ。なんでもや。いらっしゃいませ。何かお探しの商品が。ん、ああ、あんたが例の何でもやか。頼みたいのはあれだ。居酒屋で飲んだくれてるうちの親父を連れ戻してほしくてね。すぐそこの酔いどれって店にいるから、よろしくな。クラウドさん、サムさんから話は聞きました。ティファを助けるためウォールマーケットについて勉強中なんですよね。ここはこの町の先輩である俺にドーンと任せてください。さあ、まずは依頼をこなしてみましょう。酔いどれはこっちです。酔いどれ、酔いどれ。ここは日々の疲れを酒で洗い流す憩いの場、酔いどれです。常連さんが多い店ですから、入るときはそんなずかずかと。大人の世界にはいろいろとしきたりがあって、あんたが親父だな。ああ、わしの息子はこんなアホ面だったか。あ、アホ面だと。とにかく俺と一緒に店に帰ってもらうぜ。いやじゃ、わしはもうダメなんじゃ。そんなこと言うなよ親父、俺力になるからさ。おお、本当か息子よ。実はマテリア屋の店主に賭けで負けての、わしの大切なインスピレーションを奪われてしまったんだよ。インスピレーション、あれが帰ってこない限り店に戻る意味はない。わかった。なんだかよくわかんないけど、そのインスピレーションってやつを取り返してくればいいんだな。待ってろよ親父。ほら、お前も行かんかい。待ってたよクラウド君。ようこそエクササイズジムダンダンダン。トレーナーの G なんだ。突然で申し訳ないんだけど、うちの会員と一勝負お願いしたくてね。本気ですかボス。こんなピヨピヨ君一瞬でむしり潰しちまいやすぜ。やる前から決めつけるのは良くないな。じゃあクラウド君、準備ができたら声をかけてくれ。勝負する気になってくれたかい。ふん、干からびた中スタンクのごとき筋肉で俺に挑むとは、後悔するなよピヨピヨ君。無駄口を叩かない。勝負の方法はこのジム伝統のスクワット対決だよ。じゃ早速始めるよ。負けてやる気はない。
美しいフォームだ。うん、素晴らしいね。いい感じだね。その調子だよ。このまま続けていこう。その調子だよ。いい感じだね。素晴らしいね。どんなものかい。このまま続けていこう。いい感じだね。その調子だよ。素晴らしいね。その調子だよ。美しいフォームだ。このまま続けていこう。いい感じだね。その調子だよ。素晴らしいね。このまま続けていこう。美しいフォームだ。素晴らしいね。このまま続けていこう。いい感じだね。その調子だよ。どうってことない。なぜ、なぜこんな貧弱な筋肉しか持たぬピヨピヨに。筋肉は量じゃなくて質だ、ゼンワン。そうやって見た目で人を判断する、その慢心が君たちの弱さであり、クラウド君に負けた理由だ。この子たちの目を覚ましてくれてありがとう。巻き込んですまなかったね、クラウド君。君はもうこのジムにとって兄弟も同然だ。体を動かしたくなった時はいつでも遊びに来たい。一緒に素晴らしい肉体と精神を手に入れよう。うわぁ、体を動かしたくなったら、ゼンワンたちに話しかけてみて。君が来てくれると、ジムに関係ない。貴様、俺と勝負してくか？泣きべそかくなよ。美しいフォームだ。このまま続けていこう。いい感じだね。このまま続けていこう。美しいフォームだ。素晴らしいね。その調子だよ。このまま続けていこう。素晴らしいね。いい感じだね。美しいフォームだ。素晴らしいね。いい感じだね。このまま続けていこう。その調子だよ。素晴らしいね。美しいフォームだ。このまま続けていこう。いい感じだね。素晴らしい。美しいフォームだ。このまま続けていこう。その調子だよ。美しいフォームだ。素晴らしい。このまま続けていこう。いい感じだね。素晴らしい。美しいフォームだ。その調子だよ。このまま続けていこう。素晴らしい。いい感じだね。美しいフォームだ。その調子だよ。美しいフォームだ。素晴らしいね。当然の結果だ。さすがだな。次は三頭にも挑んでみるといい。はい、アームストロング。俺と勝負か。オッケー、カモン。逃げるなら今だぜ。呼吸を合わせてごらん。いい感じだね。このまま続けていこう。すぐまだまだいけるはずだよ。美しいフォームだ。そのほら、もっと体を追い込んで。いい感じだね。その調子だよ。このまま続けていこう。素晴らしいね。美しい。2人とも素晴らしいよ。このまま続けていこう。その調子だよ。素晴らしいね。
いい感じだね。いいね、美しいアート。このまま続けていこう。美しいフォームだ。その調子だよ。さあ、ここからだよ。美しいフォームだ。素晴らしいね。このまま続けていこう。そう、君たちならやれる。いい感じだね。美しいフォームだ。素晴らしいね。このほら、もっと体を追い込んで。おいおい、もっとホットになれるだろう。レッツマッスルトゲザー。 Are you ready? ふっ、美しいフォームだ。もっとリズムを感じて。その調子だよ。いい。さあ、もう一度。美しいフォームだ。その調子だよ。このまま続けていこう。いいね、美しい汗だ。このまま続けていこう。その調子だよ。美しいフォームだ。いい感じだね。二人とも素晴らしいよ。このまま続けていこう。その調子だよ。素晴らしいね。このまま続けていこう。そう、さあ、ここからだよ。美しいフォームだ。いい感じだね。美しいフォームだ。このいいね、美しいや。その調子だよ。素晴らしいね。いい感じだね。この君たちならやれる。その調子だよ。美しいフォームだ。その調子だよ。いつも通り。俺に勝つとは、まさにパーフェクトボディ。なんだか体がうずいてきちゃったな。よかったら僕とも勝負してみない？一勝負やっていくかい？でも関係ない。さあ、楽しもう。しちゃうなんて、やっぱり君はすごいな。さあ、僕たちも負けっぱなしじゃいられないよ。
トレーニングを続けよう。はい、ボス。じゃけ何に使うかよくわかる。ちょ、置いてかないで。はい、これがマテリアや。なんだあんたたち。福屋の親父のインスピレーションを返してもらおうか。インスピ？ああ、あれのことか。でもあれは俺の戦利品だぜ。ただで返すわけないだろう。な、何？でもそうだな、頼みを聞いてくれるなら考えないでもない。なんだよ。兄さんたちを男と見込んでの頼みだ。うっ、宿屋の自販機で買ってきてほしいものがある。あれだよ、あれ。宿屋自販機、あれか。あれって野暮なこと聞くなよ。じゃ、よろしくな。自販機のあれ、見破るのはこの俺だ。感じる、感じるぜ、危険な夜の気配を。秘密の領域、いざ参らん。あった。この自販機ですよ。パッと見は普通の自販機だが、しかし教えてあげましょう。いいですか、この手の自販機には秘密のボタンがあるんです。どこに？それは秘密ですから。これまでの知識や経験を総動員して、こうズバババッと心の目で見破るんですよ。俺を誰だと思っている？このくらい簡単に見破れる。おお、自信ありっすね。あれってただのこれ？大当たり、おまけだよ。びっくりした。一応目的は果たしましたし、マテリア屋に戻りましょう。チャンピオンってこんな気分なんだな。待ち合わせ場所はここのはずだけど。クラウドさん、早く早く。た、ね、俺たちの戦利品。おお、待ってたぜ。さあさあ、クラウドさん、あれを。ああ、なんだこりゃ。え、やっぱり違うのか。兄さん、なんつうか悪かったな。無理に頼んじまったみたいで。大丈夫、これからだって経験は積めるさ。その、なんていうか、俺にできることだったら言ってください。さてと、約束の物だが、
悪い。実はもうここにはないんだ。はあ？だから悪かったって。今は確か定食屋の親父が持ってるはずだ。でもまあないなら仕方ない。急ぎましょう、クラウドさん。さてと、やる気も出てきたし、マテリアも磨いてやんなきゃな。ほら、用が済んだなら出てけって。定食屋、定食屋。腹減った。あっちの路地裏からも美味しそうな匂いが。いやいや、今は定食屋、定食屋。まだまだ夜は長い。何？いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。なあなあ、あんたマテリア屋から例の物預かってんだろ。マテリア屋？ああ、あれのことか。兄ちゃんたちも物好きだね。そんなことより、あんたら料理は得意か？いや、全く。最近なんか料理の味がぼやけてんだよな。なあ兄ちゃん、原因は何だと思う？火力か電気か冷蔵温度あたりだとは思うんだけどよ。考えられるとしたら、なんだ？よし、原因は火力が足りないだ。お、兄ちゃん炎にうるさい口か？どれ、試しに火加減を変えてみるか。お、悪くねえ火加減じゃないか。えい、お待ちそう。いただきます。苦しい。美味しそうに食べてたから感想を聞きたかったのに。でもあんたのおかげで助かったよ。これお詫びと薬や商品クーポン、彼に薬でも買ってあげて。薬屋はどこだ。道を開けてくれ。さらに味が変化。魔法のスイーツ。あんた、こいつの連れか。まあな。お、あんたクーポンを持ってるのか。とにかく中へ入ってくれ。ったく、今日はやけに病人が多いな。こいつ以外にもいるのか。ああ、薬の注文が立て続けに入ってね。ちょうど配達に出るところだったんだが。気持ち悪い。こいつを置いていくわけにもいかないしな。そうだ、あんた代わりに薬を届けてきてくれないか。その格好軍人さんかなんかだろう。治療の経験もそこそこあるんじゃないかと思ってさ。助かるよ。そうだな、あんたに任せられそうなのはこの薬を届けてくれ。一人分だ。依頼主はその辺りで倒れてるはずだ。症状を見て合う薬を渡してくれ。死ぬ前に一度くらいティファと。ち
調子が悪い奴が行きそうな場所っていや、その辺の店を覗いてみてくれ。その辺の店を覗いてみてくれ。毒でも入ってたのか。薬を持ってきた。見せてみろ。ありがとう。助かったよ。これ大したもんじゃないけど、よかったら。はあ、安心したら今度はっと。悪いけど出てくれるか。戻るか。食べ始めたら止まらない。おい。が加速する。どう？で、その亀、いやメカみたいな恐ろしい絵を。クラウドさんの剣がズガガガガーッと。いえ、あの兄ちゃん家と戦ったのか。あ、お勤めご苦労様です。もういいのか。うるさいくらいにな。外の奴らはどうだった。できるだけのことはした。ありがとな、助かったよ。じゃあ約束通り報酬な。ちょうど今いいものを持ってるんだ。いいもの？ま、もともとは福屋の親父のもんだけどな。定食屋から話は聞いたぜ。あんたたちこれを探してたんだろ。探してた？福屋の親父？なんだっけ。あー、インスピレーション。当たり。ここいらの店主仲間は昔からの腐れ縁でな、毎晩集まっては景品をかけて勝負してんのよ。で、巡り巡ってこいつが俺んとこに来て、はい、今はあんたのもの、超レアもの、限られた人間しか手にできないあの VIP 会員証だ。ま、持ってても何の役にも立たないんだけど。これってまさか。クラウドさん早く見つめて、いや、とにかく酔いどれに戻りましょう。福屋の親父によろしくな。クラウドさん早く早く。インスピレーション、そういうことだったのか。親父、酔いどれ酔いどれ酔いどれ。ああ、もう早く確かめたい。親父、待たせたな。ああ、こんな息子おったかな。例のものを取り返してきたぜ。おお、これはまさしくわしのインスピレーション。親父、それってあの…そうよ、来る日も来る日も
あの娘たちにドレスをプレゼントしてようやく手に入れたミツバチの館の VIP 会員証じゃ。やっぱり！そうと決まったらこうしちゃいられん。すぐにでも娘たちに会いに行くぞ。店に戻ってプレゼントを選ばねば。俺も投資するぜ親父。はあ、食べ始めたら止まらない。おいしさが加速する。なあ、この服は。いやいや連れ戻してくれてありがとな。いろいろと面倒だったろ。これ報酬な。さあクラウドさんも一緒に。ウォールマーケットのお勉強はここからが本番ですよ。仕事は終わりだ。あとは好きにしてくれ。わかります、その気持ち。未知の世界ってのは誰でも怖いもんです。は？一緒に行けないのは残念ですが、ここはウォールマーケットの先輩である俺がクラウドさんのため体を張って一足お先にインスピレーションを体験してきます。この俺にドーンと任せちゃってください。待ってろミツバチの館。待ってろ娘たち。ろくでもない大人が多くて困っちまうよな。ほんとそうだな。そろそろサムのところへ戻るか。おお、どうだ。欲望の街を歩き回ってみた感想は。いろいろ初体験だったろう。このくらい慣れてる。依頼は終わりか。いや、最後にもう一件だけ頼む。ティファちゃんを助けたいんだろう。どういうことだ。ま、とにかく闘技場へ行ってくれ。話はそれからだ。チャンピオン。待ってたぜ。観客席は満員御礼だ。派手に盛り上げてくれよ。
の期待に見事応えてくれました。熱気冷めらぬ会場に歓声がエクスプロージョン。さすがはチャンピオン、見事なもんだったな。あんたの取り分だ、受け取れ。ティファの件詳しく聞かせてくれ。ああ、ティファちゃんもボムに負けず劣らずのダイナマイトボディって話か。おい、騙すようなことをして悪かったよ。でもまあ、あんたが本気でティファちゃんを助ける気だってのは今の戦いっぷりでよく分かったぜ。遅い。それで手を貸すとでも？まさか、言っただろ、面倒ごとに巻き込まれるのはごめんでね。ただ今のあんたなら俺の手なんか借りなくてもティファちゃんを助けてやれそうな気がするぜ。ここに来た頃よりずっといい顔つきになった。さ、お勉強はここまでだ。そろそろ姉ちゃんの着替えも終わる頃なんじゃねえか。女を待たせると怖いぜ。ボムみたいにみるみる膨らんでドカンだ。落ち着け。ティファがどうした？もうすぐコルネオのオーディションが始まるって聞いて、このままだとティファが。でも俺じゃどうしようもないから。わかった。お供します。クラウドさん、兄貴って呼んでいいですか？ダメだ。俺、兄貴にならティファを任せてもいいかもって。兄貴はどうやってそんなに強くなったんですか？だから、兄貴の立ちさばき惚れ惚れしました。こうズバッズバッズババッって。俺も兄貴みたいになりたいですけど、ここぞって時にどうしても文学的になっちまうんです。あ、兄貴、この悩める青年に何かアドバイスはありませんか？じゃあ俺はここで。いや、その足手まといになるといけないんで。マムの店に戻ってエアリスが出てきたら俺が戻るまで待つよう伝えてくれ。了解です。お前か。推薦状は手に入れた。ん？あれは女限定だ。エアリスが選ばれた。ああ、一緒にいた女か。気の毒に。でもな、どっちにしても男は入れない。許可は求めていない。うん。やめておけ。コルネオさんは恐ろしい人だ。あんたがここで暴れると、誰かが責任を取らされる。それはお前が助け出したい人間かもしれないし、あるいは全く関係のない人間かもしれない。わかるか？
ここはそういう世界だ。オーディションが始まるまでまだもう少し時間がある。もし本当に推薦状があるなら、その女を連れてこい。俺は進めないけどな。おとなしく帰れ。アリスなのか。うん、コルネオはこういうのが好きなんだって。なんかあちこち盛られて不愉快。そうか。クラウド、すまない。うん、それよりエアリス、ジョニーの伝言は聞かなかったのか。待ってろってやつ？聞いたけど心配だもん。ここは思っていたよりも危険なところらしい。オーディションで何をさせられるのかもわからない。やはり一人で行かせるわけには。一人？そんなつもりないよ。ほらこっちこっち。どこへ行くつもりだ？私マムからいいこと聞いたの。クラウドのこと気になってる人がいるって。うん？気合入ってるね。おりゃ、べっぴんさんだ。結構かわいい。何言ってんの。かわいい彼女、僕とお茶しない？ミツバチの館、代理人のアニアン・クーニャンに推薦状もらうの。そしたらクラウドも一緒にコルネオのところ入れるでしょ。クラウド、女の子の服も似合うと思う。おい、マムが言ってたけど、アニアンに目をつけられるなんてめったにないことなんだって。だから絶対いけるよ。いや、リファを助けるためでしょ。待て。いい？するしないの話はこれで終わり。どうやっての話しよう。アニアンは人格者だって言ってた。あのマムガだよ。だからまっすぐ事情を話してみよう。当たって砕けろね。あなたはプレートから。いらっしゃいませ。ウォールマーケットで一番のエンターテイメントステージ、ミツバチの館へようこそ。アニアン・クーニャンに会いたい。クラウド様ですね。お待ちしておりました。どういうことだ。アニアンよりお通しするようにと受けたまわっています。さあ奥のステージへどうぞ。ステージ？ええ。さあ奥の扉までお進みください。ご指名のお客様ですね。
お客様、初めてですよね。ダンスの練習しときますか？ダンス？なぜだ？アニヤンからの指示なんです。ほら、こっちこっち。ま、待て。ではお客様、初めてじゃないな。ではでは、こちらへどうぞ。おや、クラウド、あんたも隅に置けないね。アニヤンに来るまでしばらくお待ちくださいね。筋肉すごい、ツンツンしてる。Sweet, here at the honeybee, and every moment is a treat.ふさわしいとダンスで証明してもらおうか。私について来られるかな。
いいね、キュンとしたよ。いいだろ、腕によりをかけてお前を最高の花嫁にしてやろう。さあ、お待ちかねのショータイムだ。本当の美しさは心持ち次第。いいかクラト、美しさに女も男もない。物おじせず進め。今日のステージやばかったな。見て見て、喜びのダンス。ちょっと興奮しすぎ。いいから来いって。楽しかったな。飲みながら話そうぜ。あれってアドリブかな。じゃない、あの人びっくりしてたもん。マダムマムとアニャンクーニャンの推薦状を持ってるの、入れてくれる？正気か。問題ないよね。どうなっても知らないぞ。ご心配なく。いいだろう、入れ。オーディションの参加者だな。階段を上がって一番奥の部屋だ。あまりうろちょろするんじゃないぞ。マブの推薦か、かわいいな。アニアンの推薦か、ありだな。おとなしく部屋で待っててくださいね。部屋は奥だ、急げ。
の甘い香り、何？なんかぼーっとするような。ガスだ。え？一度出るぞ。くそ！クラウド！おらら、どうされました？体調が優れませんか？いけませんね。ステークまでご案内しますので、こちらでお休みください。それでは移動しますよ。どこ連れて行くの？足元に気をつけてくださいね。はい、盛況にあったよ。やってるぞ。コルネオさんのゲストだ。何かあったらぶん殴られるだけじゃすまねえぞ。分かってる。今回はいい嫁さんが集まったな。大丈夫ですか？ティファ。はい。無事か？うん。そうか。クラウド？お化粧してる？その格好？感想はいらない。他に方法がなかった。大丈夫か？うん、ちょっとフラフラするけど。こんにちは、ティファ。こんにちは。私、エアリス。クラウドの友達。一緒にティファを助けに来たの。ありがとう。話は後だ。今すぐ出るぞ。え？ここは危険だ。ダメ。まだ目的を果たしてない。え？あのね、クラウドと別れた後、7番街に戻ったら怪しい男たちがいて、気になって調べたら、コルネオの手先だったわけか。うん、アバランチのことを探ってたみたい。でもそれ以上はつかめなくて、だから直接コルネオに聞こうと。無茶だ。オーディションに通りさえすればコルネオと二人きりになれるから行けると思ったんだけど、候補者は三人いるんだって。つまりその中から選ばれないとこの計画も失敗。それなら心配ないよ。残りの二人って私たちだもんね。ああ。ほら、三人が仲間なら問題ないでしょ。それはそうだけど、ティファと私とクラウド、誰が選ばれても安心。でもエアリス、あなたを巻き込むわけにはいかない。そういう遠慮はおそらく無駄だ。あ、クラウド、私のこと分かってきた。これからどうなる？そのうち声がかかると思うけど。気味悪い部屋だね。Thank you.
でしょ。はい、皆さん、まだ頭がぼーっとしていると思いますが、オーディションを始めます。左手の扉の先に階段があるので上がってきてください。よし、行くぞ。その気合、何？娘ども、ここに整列。ふん、うん、見た顔だな。どっかで会ったか。まあいいか。よし、お前たち準備はいいか。行くぞ。我らがウォールマーケットのカリスマ、ドン・コルネオ様の登場だ。ほひー、いいのどのおなごにしようかな。ほひー、お前にしようかな。それともお前かな。ほひー、決めた。今日のお嫁ちゃんは。今日の？努力次第で明日も明後日も奥さんでいられるぞ。ゲス野郎。あ？おい、今の誰だ？
お前か。いいね、いい。その跳ね返り、へし折ってやるわ。今日はこの強気な女子だ。うわおい、拒む仕草がういの、うぶいの。あとはお前らにやる。よっしゃよっしゃお前どっち俺とあっち。さあ、子猫ちゃん、俺の胸かも。照れなくても大丈夫、誰もいないよ。よく見ると可愛いの。寄るな。はい、これは新路線、たまらん。これは何だ。気にしない気にしない、ただの記念写真。写真一枚でみんな言うこと聞くんだわ。腐ってる。あー、もっと褒めてくれ。おい、お前ら、お客さんだ。仲良くするんだぞ。これもコルネオ様の計らいだ。感謝の心を忘れんなよ。コルネオ様、万歳。さて、お嬢さんが準備はいいかい。準備？それならいつでも。ティファ、どう？4人か。急いでクラウドを迎えに行こう。うん。お前、トリジョロ。何しやがる。エアリス捨てて。くめやろ。待て。エアリスやる。ティファの方がすごい。アニアンから事情は聞いた。服と装備は返してある。あとは何とかするから、うまくやりな。ありがとう。クラウドのとこ、急ごう。コルネオの部屋だよね。急ぐんだ。急ぐんだ。ああ、俺も女の子と仲良くしたかったな。今頃あいつが。いくよ。さあ、でも。さあ、ここで消えよ。あ、やお疲れ様。
何しに来た？行くよ。お前らは不合格だ。行かせない。見てなさい。こんなところかな。おひぃ、待った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 、たまらん。いただきまーす。あーとふっ、おいてめえ、今のはやりすぎだろうが。おい、誰か来い。この女に礼儀を教えてやれ。おあいにく様、あなたの子分は誰も来ないみたい。何これ。クラウド、服。おひっ、おほほほほ。うん、あー、男じゃねえか。何だ、どうなってる。質問するのはこっち。七番街のスラムで手下に何を探らせたの。ねえ、はあ、何の話だい。しらばっくれても無駄。もう一度聞くね。手下に一体何を探らせてたの。言わないと切り落とすぞ。やめてくれ。ちゃんと話す。何でも話す。頼まれて片腕が銃の男のねぐら探った。誰の依頼。おひー、喋ったら殺される。言いなさい。言わないとねじり切っちゃおうか。おひー、シンラのハイデッカーだ。治安維持部門統括ハイデッカー。シンラ？シンラの目的は？それだけは勘弁してくれ。言った方がいいんじゃないかな。言わないとすりつぶすよ。おひひ、うん、姉ちゃん本気だな。仕方ねえから教えてやるよ。シンラはマコールを爆破したアバランチとかいう一味をアジトもろとも潰すつもりなんさ。文字通り潰しちまうんだ。プレートを支える柱を壊してよ。どういうこと。わかんねえか。プレートがヒューン、ドガガガガガガーだ。6番プレートの事故と一緒さ。6番街スラムの瓦礫は見たことあるだろう。今度は7番街が俺になるってわけだ。そんな、ティファ、クラウド、行こう。ちょっと待った。黙れ。すぐ終わるから聞いてくれ。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのはどんな時でしょうか。何が何だかわからない時か、うん、おひー、惜しい。正解は教えない。おひー、落ちた落ちた。進捗はどうだ。タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、
どうか計画の見直し、いや中止を。七番街直下のスラムには推計でおよそ5万、リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。腹を振りたまえ。ひどい匂いだ。